家から近くて残業がほとんどないということと、見学させていただいた時にとても丁寧に対応してくださったのが印象的でした。スタッフの笑顔もキラキラしていて雰囲気が良かったので当院を選びました。初診で来た患者様にはいきなり治療をすることではなく、カウンセリングから始まります。そこで患者様の希望だったり不安などを聞き出し、患者様に合わせた治療法で治療計画を立てています。初めはこの院で歯科助手として働いていましたが、ここで働く衛生士を見て仕事を任せられ、生き生きと働く姿を見て私も衛生士になりここに戻ってきました。で、戻ってきた一番の理由は、自分の経験や学んできたことを生かし自分らしく働けるのはこの院だと思ったからです。インプラント治療やシレックなど県内では数少ない治療法を学べることや、ドクターやスタッフも多くいるので、いろいろな視点から治療法、対応など幅広く学べるので、衛生士としてだけでなく人としても成長できます。またセミナー参加も自由なのでレベルアップにもつながります。ここ歯科のホームページを見て第一印象が働きやすそうな職場だなと思いました。実際に職場見学をさせていただくと、患者様の数とスタッフの多さに驚きました。予防は個室になっていて、衛生士は予防業務に専念できる環境になっているので、自分のスキルアップやモチベーションにつながると思いました。ドクターはみんな優しく、それぞれ個性を持った楽しい先生ばかりです。わからないことがあればその場でわかりやすく私たちに教えてくれたり、アシストなどもこうした方がもっと良くなるとアドバイスもしてくれます。ドクターとスタッフの仲も良く、とても働きやすい職場です。入社してから3ヶ月間研修期間があり、先輩衛生士がマンツーマンで指導してくださいます。月ごとに目標を達成してから正社員になるので、最初は不安でいっぱいでしたが、自信を持って患者様と接することができました。またマニュアルもあるので、新卒で入社した私でも働きやすい環境だったのが良かったです。院見学では衛生士が一つ一つ説明しながらご案内するので、院の雰囲気がわかると思います。まずは見学にお越しください。仕事を任せてもらえることで責任はありますが、それがやりがいになり、常に向上心を持ち仕事に取り組むことができます。向上心を持つことでたくさんのことを吸収し、自分の知識、技術のレベルアップにつながり、多くの患者様の笑顔を見ることができます。衛生士としてのやりがいを見つけ、自分らしく一緒に楽しく働きましょう。スタッフの人数が多いため、妊娠出産した後でも仕事に復帰しやすく、子育てしながらでも長く働ける良い職場環境だと思います。実際私も現在子育ての真っ最中ですが、昼休みが長いので一度家に帰り、家のことをやって戻ってくることができるので、仕事と家事の両立ができ助かってます。予防業務では個室になっているので、
自分の職務に専念できるのと、一対一で患者様と接する機会が多いので、仕事への責任感やコミュニケーション能力を伸ばすことができます。自分の担当の患者様がいる場合は、その患者様のお口の中の状態を把握し、適切なアドバイスをしたり、管理をさせていただいてます。未経験者やブランクのある方でも、全力でサポートさせていただきます。当院はカウンセリングを重視した予防型歯科医院です。個室のカウンセリングルームで患者様の悩み、不安を聞き、手相を解決いたします。治療後は専用の予防ルームで患者様の歯の清掃をし、いつまでも美味しく自分の歯で食べていただきたい。歯医者は痛くなってから来るところではないのです。予防の重要性を患者様にお伝えするためには、衛生士さんの力が必要です。インプラントをした後のメンテナンス、着色を落とすためのエアフローは、タービンの音が聞こえにくい個室にて、ゆったりした状態で予防業務に専念していただけます。人間関係が良好な点です。受付、衛生士、歯科技工士、助手、ドクターとの連携がしっかり取れています。見学に来られた方や患者様にも、よく雰囲気がいいですね、と言われます。院内で行う勉強会やクリスマスイベント、飲み会などみんなで盛り上がってやっています。また先輩の衛生士が多数いますし、教育カリキュラムもしっかりしています。最初の3ヶ月はマンツーマンで先輩衛生士がいろいろなことを教えてくれるので、新卒の方やブランクのある方にも無理なく自分のペースで勉強ができると思います。自分一人で予防業務ができるようになったら、完全個室のデビューが待っています。患者様としっかりコミュニケーションをしていただき、予防業務に専念することができます。女性は結婚、出産、子育てでライフスタイルがガラッと変わってしまいます。ライフスタイルに合わせて仕事をしていただきたいし、長く勤めていただきたいので、職場復帰の支援をしております。具体的には産休・育休制度を設けており、これまで3人の方が産休・育休制度を使いました。また子育て中は忙しいのでパート契約をし、自分が出たい時間に出勤していただいております。それから健康管理のために年1回の健康診断を当院負担で無料で受けていただけます。インフルエンザにかかって長期離脱は避けたいので、インフルエンザ予防接種もしております。もちろん講習会は当院が半額から全額補助いたしますので、技術系のセミナーや自分の行きたいセミナーをお金の負担をかけずに参加することができます。また、医院の売り上げがいい年は慰安旅行があります。2015年にはグアム、2018年には香港に行ってまいりました。遊ぶときは遊ぶ、勉強するときは勉強するが当院のモットーです。歯科衛生士さんは歯科医師と同じくらいやりがいと責任感のある仕事だと思っております。これからは予防の時代です。ただ、コミュニケーション能力が高くないと患者様もついてきません。ですから、そのための講習会や勉強会を当院ではしっかり行っております。先輩も多く在籍しております、ここ歯科クリニックにぜひ遊びに来てください。見学だけでも OK です。お待ちしております。よろしくお願いいたします。衛生士として成長したい方、お待ちしております。